民の子供ですとか市民の皆さんにメッセージをいただけます。おとなしかった子供なんですけども、うん、諦めずに自分がこうちょっと胸にこう秘めていた夢とかですね、もう勇気を持って行動していくと絶対に無駄な経験っていうのはないので、こう今たくさん夢を持っているお子さんたちですね、諦めずにもういろんなことに挑戦すると夢は叶うっていうのを伝え